そうじゃないのよ。あの子今大変でしょ。当たりがきついの。特に私にはね。じゃあね、レナ。ん？お花いつもありがとう。どういたしまして。ティアラ、何しに来てたの？お花を持ってきただけよ。そう？ティアラは？私は別に。サラ、最近元気ないわね。何か悩みでもあるのかしら。あなた知ってる？あなたもいろいろ大変でしょうけど、サラのことももう少し。やめてよ！あなたに何がわかるっていうのよ。帰るわ。ティアラ、パートナーのことおめでとう。今さらだけど、みんなあなたに期待してるわ。頑張ってね、レナ。やめなさい。私のパートナーに手出しは許しません。去りなさい。威勢がいいこと。でもね、自分の足元をよく見てごらん。無駄よ。私はあなたの神。誰の助けもいらない。私たちは二人で一人。仲良くしましょう。ここまでか。彼女自身で解決しなければならない問題だ。類いまれなる力がかえってあだとなったか。残念だ。ティアラ？ティアラ？ごめんなさい、わざわざ。長老様から特別にお許しをいただいたよ。どうしてもここを離れたがらないのよ、ティアラ。やっと少し落ち着いたところなの。知らせがあって来た時は驚いたわ。まさかこんなことになってるなんて。ティアラ、ごめんなさいね。いやー！何するのよ！
会いたい、サラ。ティアラ、カゲツ、カゲツ、助けて。いや、いやよ。兄さん、しっかり押さえて。ティアラ。少し休ませてあげて。ティアラの力を打ち消すのは大変だったんだから。ごめんなさい、私のために。うまくやれると思ってた。グラムをパートナーにして一人前の使い手になれるって。でも自分の力が知らないうちにあんな風に。怖かったの。今でも不思議ね。今は少しも怖くない。サラの声が聞こえていた時から恐怖は消えていた。でも自分の力を解く勇気がなかったの。二人のおかげよ。それとレナもね。そうね。でもね、それがティアラの強さなのよ。あなたは全てわかってる。自分の力についても何をすべきかもね。それが辛ければ泣きたいだけ泣くといいわ。それで気が晴れるのなら、そうすればまた元のティアラに戻れるわ。私の知ってるティアラはそういう子よ。サラ。本当に泣き虫ね、ティアラは。ごめんね。行くのね。うん。私もグラムに会いたいわ。紹介してね。約束よ。気をつけて。兄さんのためにもね。うん。懲りもせずまた来たわね。でもダメよ。こいつはもう私のもの。そんな。グラムは私のパートナーよ。あんたなんかの好きにはさせないわ。大げさにわめかないで。どうってことないでしょ、これくらい。お前甘く見ないで。もう怖くないの、あんたなんか。グラム。エルセラ、エムイスア、ミストス。我が名はティアラ。我が命に従え。あなたは私のものになるのよ。ありがとう。大丈夫よ。よくやった。契約は成就された。そして新たな力をも手に入れたな。自らの力に対する恐れによくぞ打ち勝った。
お前は我らの誇りだ。我らが深き眠りからの目覚めもその甲斐があったというもの。そのものは良きパートナーとなるであろう。大切にしてやるがよい。またお前の身を案じ救いの手を差し伸べてくれた者たちにも感謝するのだぞ。召喚されし者グラムは今より晴れてティアラのパートナーとなる。我らの使命はここまでだ。ではさらばだ。大丈夫よ、怖がらないで。ここがあなたの新しい故郷よ。あなたの名はグラム。グラム。そして私はティアラ。ティアラ。もう一度。ティアラ。ティアラ。そうよ。ようこそガーディアンワールドへ。